次は結構細かく進んでいくんですね。初めての夜の次の日か、さっきやったチャプターの次か。あれ、お母さんまた会いに来たの？あれ、うまく言えないから事実だけ伝える。うん、ママとパパは転勤で基地を離れるんだ。お前も一緒に連れて行きたいけれど、でもドーキンス教授と一緒にここに残る方がお前のためになるんだよ。本気で言ってる？もちろんできる限り会いに来るよ。お前が良くなったら引っ越してくればいい。良くなるってどういうこと？いいね、これが一番なんだ。かわいそう。元気でな。辛いだろうけど、でもきっと大丈夫よ。大丈夫ってどういうこと？何が大丈夫なの？さあもう行くぞスーザン。もう少し待ってフィリップ。本当だよ、せいせいしたとか思ってそう。この人は最低。何なのこの人。なんか今一瞬出たな。何？何これ？何すんの？え？フィリップ？あ、俺を殺そうとした。違う、ちょっとやっただけです。ごめん、本当にちょっとやっただけです。少し落ち着いて。バケモノめ、フィリップ聞こえるか、このバケモノめ。なんてこと、ジョディ。ジョディ、気持ちはわかるよ。でもこれでよかったんだ。かわいそう。殺せたの今の？偽りの父って何？トロフィーが獲得した。ジョディの父に危害を加えた。プレイしてないルートは何だ？何も危害を加えなかったらこのままバイバイしたの？それとも殺せたの？もうわからん。なんかもう、なんか悲しいとかレベルじゃない。なんかもう唖然としてしまう。同じ人間の感情と思えない。失意の次出てる。ナバホって何？失意の次はあれか。そうだよね、 CIA が来てほぼ皆殺しにして脱走してるんだよ。こっちは超バテバテで喉乾いてて、自分の居場所も分かんないんだから、いい加減黙っていい子にしててくれない？何もしてないじゃん、エデン。喉カラカラでいい子にしててって。なんかサボテンとかさ、ちぎって水になるって言わない？サボテンって水を含んでる量が多くてさ、水分取れるとかって言わないっけ？うわー、でもさっきのチャプター気になるな。ほんと短いチャプターだった、あれ。ヒッチハイクとかすんの？ナバホってなんだろう？町の名前？ナンバーホールディング？え、食べ物とかどうしてるんだろう？あ、なんか車来たよ。あ、リチ。あ、ヒッチハイクだ。止
まってくれないね。でも道路の方行くこともできないし、このまま歩いていくのはさすがにきついでしょ。来たよ、アルチ。はーい、お願い。水もないの。止まってくれない。なんかでも仕事中っぽいもんね、あの車。なんかこう、ウェー旅行だぜみたいな人が来たら乗せてもらおう。熱そう、この石。大丈夫だって。砂漠のど真ん中で、脱水状態だし、ほんと最悪だけど、きっとなんとかなる。今まで死ねたくても死ねないような感じだったし。ほっといてよエイデン。何？何もやってないよ。あ、休める場所があるよと教えてくれたのかな。大丈夫エイデン、怖がる必要ないよ。エイデンは怖がりなの？めっちゃ日焼けしそう。あ、でもせっかくだからエイデンで見て回ろう。野蛮な人種族いるかもしれないじゃん。何ある？あ、いっぱいある。とりあえずあっちから行くか。変な部族とかいたりするかな。あ、でもあのオープニングで見たあの映像の続きがあるってことだね。ここら辺になかった？ここら辺にあった。あ、これか。あれ、犬？犬？動物いるよ。馬もいるし。落ち着いて。仲良くなれない？傷つける気はないから、ダメだった？仲良くなれなかった？あれ、あ、ここにいる。あ、めっちゃ落ち着いたじゃん、犬。なれなれしない？ダメ。他は？あ、犬、あ、犬どこ行っちゃった。ほっといてエイデン。ちょいちょいエイデンのあたり強いね。あ、人いる。その前にこっちの小屋も行く。じゃあこっちの小屋は人じゃないものっぽいのが光ってたよね。あれ、いない？なんかいたよね、ここら辺。水色になってた何かが。あ、いるじゃん。バツ？これ何？ヤギじゃない、羊。羊いるよ。羊いるけど終わり？それだけ？おー、馬さん。リアル。なんかホームレスの人たちはいい人だったけど、その後また幸せな時期がこのチョリに訪れてくれるんでしょうか。あれ？あ、いた！あの、突然お邪魔してすみません。あの、一晩泊まれる場所を探してて、もしよければ。他に行け。農屋は？一晩だけ。農屋？納屋に泊めてくれませんか？お願い、朝までには必ずいなくなるから。ダメだと言ってるだろ。え？もう行くんだ。もうちょっと食い下がる？いやいや、いや。あれ？また日本語じゃない。どぶね、ざらへん。りんね。オッケー、いえ。かかわす。あ、ベンダコ。え、何語？ああ、どうは、ベンダゴのド、ド。ああ、の、デンダゴ。いいぞ。止めてやろう。入って。え、なんの交渉してたんだろう。いい人だといいけど。利用されると思ったらやばい。名前は？ああ、ジョディ。ポールだ。いい人？息子のコリーとジェイ。コリーとジェイ。私の母、シマサニだ。シマサニ。返事はしないが気にするな。何年も喋っていない。なんか見えそう。これから夕飯だが、一緒に食べるかね。え、いいの？あ、止めるの。ええ。いいの？ええ、ありがとう。この人たちはどういう状態で生活してるの？いい人であればいいけど。エイデン、エイデン、お願い。ちょっと探って。信用なるか探って。
人殺して食べてたりしない？座って。人殺して食べてたりしないかちょっと見して。これは鳥か、別に人間とかじゃないね。あ、こっちは。はい、邪魔します。大丈夫かな。大丈夫。あ、でもそんなにやばくはなさそう。だけどな。ちょっと真っ暗だからいまいちわかんないけど、なんかこう、処刑部屋みたいなのはなさそう。大丈夫そう。あんま、あれかな、うろうろしても失礼かな。ダメかな。ちょっとなんか座ったら最後なんかさすがに失礼だよね。すいませんでした。すぐ座ります。ごめん。なんかもうさ、この子に変なことがなんないといいなみたいな感じで待っちゃうの。座ります。すいません、お金とか取られないよね。ドクトク入ってないよね。え、じゃあその目の前にあれ喋る。え、そのさ、斜め前のさタコスみたいなのも美味しそう。めっちゃ見るじゃん、美味しそう。え、何それ、水？喉乾いてるって言ってたもんね。何万ギルダーとか言われない？水飲もう。水飲みたがってたじゃん。なんだ、やったら見てくるね。何なんだろうな、怖いな。食べ方上品。一切会話しないねこの家族。ここじゃヒッチハイカーは珍しい。どこに行くんだい？誠実に行ってみる？ただずっと旅してるんです。旅し続ければそのうち行き先が見つかるって。なるほど。ナバホって何？私が気になる。あなたたちはナバホ族？ディーネだ。ナバホ族。ディーネ。人々という意味だよ。ナバホの言葉だ。じゃあナバホ族ってこと？牧場？ここはすごく町から遠いけど、先祖代々ここで暮らしてる。そうなんだ。ここで生まれ、ここで死ぬ。悪い人じゃない。息子たちには町に行けと言ったが、だが家族と残ることにしたようだ。へえ。じゃあ、あれは子孫とかは？馬。馬を飼ってるの？ああ、マスタングさ。チュロスもたくさんいるよ。チュロス？羊だ。へえ。羊毛とミルクを売っている。多くはないが、収入源だ。結構モフモフしてたもんね、羊さん。あ、ワンワンを。何？狼？何？よくあるのこれ。何？もう遅い。何？あとはジェイに聞け。え？おやすみ。何？めっちゃ食べたまんまじゃん。え？これやばいよね。飲み物ちゃんと飲んだ？ジョディ。わからん。なんだ。なんでみんないきなり席を立ったの？さあ来い。何さあ来いって。え、さあ来いってジョリーに言ってる？それはいくらなんでもわからん。え、そっちに行けってこと？ねえやだ。どこに行かされるの？生贄とかにさせられるんじゃないの？嫌なんだけど。あ、おばあちゃんここにいる。おばあちゃんは一番ここの部屋だ。あれ、もう寝てるじゃん誰か。どういうことだ。とりあえず行けってことだよね。こっちだっけ。こっち来いって言ってたよね。何？
寝る部屋を案内するぞってなる感じじゃなさそうなんだけど、ここおばあちゃんの部屋だったよ。ダメ。でも何もできなさそうだったんだよね。ね、音が絶対おかしい。何？部屋から出るな。何が聞こえても。聞こえてもってどういう意味？命が惜しいか？なら鍵をかけて朝まで出るな。どういうこと？何もできん。なんか窓を塞いでたよね。怖い怖い。びっくりした。なんでこのうろうろしてんの。とりあえずエーデンってできることなさそう。どうしよう。それ何？洋服？寝巻きか。おお、めっちゃパジャマになる。着替えたということね。履いて。あ、お風呂みたいなやつそれ。してる？何を怖がってるんだろう。確かに、はい、爆料とかじゃないよね。出れるのは？出れる。やっぱ出るなって言われたもんね。あれどうしたらいいんだろう。寝ることしかできない。ちょっと怖いけど。電気消して大丈夫？暗いの苦手なんでしょ。エーデン怖がってるよ。まあ、変なところだけど、大丈夫？大丈夫かな。明日にはここから遠くに行けるはず。おやすみエーデン。エーデンおやすみって言ってる。いやー絶対多分何か起きるでしょう。肺があって怖がってるってなんだろう。部屋から出るの？出るの？何が聞こえてる？分かんない分かんない。怖い。ホラー映画。あ、なんかわかんない。種族。エーデンが見せたのそれ。なんだ。でもジョリーに危害が及ぶのこれ。怖い怖い怖い。横にいた少年たちは？え、鍵かかってる。もしかして開けたよ。おばあちゃんがいたでしょ。あ、座ってる。なんだろう。出る。とりあえずわざわざ鍵開けたんだから出た方がいいと思う。で怯えてる子が、ここの部屋じゃないの？おばあちゃん起こしちゃった。あ、でもおばあちゃん何も返事しないと言ってたね。この部屋に誰かいる。え、服着てない。服着てないけど大丈夫かな。この部屋にいる。あれ出てこないな。並ぶポール。ポール、この部屋一体どうなってるの。部屋に戻りなさい今すぐに。どうして。頼むショディ。そう、早く戻るんだ。分かった。え、そういうんだったら戻った方がいい。
や、わからん。でも悪い人っぽくなさそうだもんな。悪い人っぽくないけど部屋に戻ろうとしたらなんか合いそう。大丈夫かな。え、怖いんだけど、このアングル何？部屋どこだっけ、部屋どこだっけ、なんか間違えたくない、これだっけ。怖い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 、ここの部屋です、この部屋です、間違いないです。あれ、もうこれが戻った瞬間どっちか分かんなくなる。マジでやだやだ、突然ホラーゲームなんでやだ。これかな、これっぽいよね。部屋戻ろう戻ろう、座ろう。怖いから、頼むから戻るって言われて、あの人なんかあんま悪くなさそうだから寝よ。なんかあったらエーデンがいるから大丈夫。ポールにもう一回部屋に戻ってってまで言われてるから、私は部屋に戻る。朝迎えたじゃん。死んではない。大丈夫、起きよう。大丈夫だったのかな。なんか羊が死んでる映像とかあったけど、それは大丈夫なのかな。一回座る、一回休憩しよう。あ、休憩とかじゃない、それ服ね。え、寒いの？その白い雪何？ねえ、ねえ、やばい、ねえ、やばい、ねえ、やばい、やばい、やだやだ、ねえ、やばい、悪霊よりやばいのいる。ねえ、やばい、やばい、やだ、生贄にされちゃったりしないよね。無理。みんなどこにいんの？あ、いるじゃんいるじゃんいるじゃん。外までは出れん。え、とりあえずおとなしくしてたよ、ジョディ。好意で止めさせてもらったし、勝手に出るのは失礼かなと思って。疲れてたろ。うん、疲れてた。起こさないよう言っといた。ありがとう。ありがとう、だいぶ生き返った。うん、コーヒーがある。うん、飲んでいっていいの？ありがとう。さすがに毒とか入ってないと思うけど、もう一杯飲もう。水分いつ飲めるか分かんないし。ここで、ありがとう言って、この町やばそうだから出ましょう。ありがとう、ありがとうね、バイバイ、またまたね。できないよね、だって何も、もう何もできなさそうだもん。出ます。え、先に出る場所見ついた方がいい。いや、それもできん。いや、すごい怖い。何だったんだろう、あれ。ありがとうございました。また会うことがあればお願いします。そろそろ行きます。ありがとう。牧場には山ほど仕事がある。うん、もう何日かここに残って手伝うかい？金は払えない。だが寝られるし食事もある。どうだね。ええ、じゃあぜひ。本当に？よし、コリーの部屋に作業着がある。外で会おう。え、え、準備いいか？いつでも OK。 これ作業着なの？羊の水やりだ。できそうか？水やり、なんでそこに羊死んでんの？
待って、そこでなんで羊死んでんの？で、その羊なんなの？で、その羊なんなの？なんかやられてない？何かに。